はい、皆さんこんばんは。テイク2のあさりです。今日もお疲れ様でした。はい、気を取り直していきましょうか。今日はまあ少し静かにしていたかった8月15日でした。もう日付が変わってます。今日もネタに乏しいので雑談していきましょうという話でした。はい、一つ目、アサギはいつもデンキャンニャン。アサギはいつもどんな風にニュース選びをしてるんですかっていうお話です。基本的には、PR タイムスだとかアットプレス様からいただいたニュースリリースをもとにニュースを作っています。これが例えば、イベントの情報であったりとか新しい製品の告知とか、あとはまあ、いろんなところからもらってます。で、ことぶき屋さんもそうですね、リリースをもらってたりしますね。あとは微妙に見つからなかったりするのとか、あとはアリスギアのお話とかはツイッターからもらっている感じ。ちょっと本気の情報とかどうにかしなきゃいけないんだけど、まああとはそうですね、スチームのゲームなんかも探したりと。あんまりちょっと忙しくてできてないところもあるんですけど、面白い新作ゲームとかがあったら見つけてニュースにしたいかなって思ってます。はい、2つ目、ゲーム配信をしてみたいなというお話。まあ先の話ですけどね、配信環境なんかもとりあえずは整っていて、あとはもうどうにか配信をしてみようかなっていうところになってます。あとはそうだな、そう、どれぐらいの時間やるかとかまだ決まってないのでちょっと考えてみたいですね。あとは私のチャンネルなんですけど、なんでかアリスギアから検索してくれるくださる方がいらっしゃるみたいで、なんかポキッていった。そのアリスギア関連で例えばマルチを回すだとか高難易度地域を回すとか、そういうね配信ができたらいいなって思ってます。はい、では3つ目は、いい加減仮置きみたいなチャンネルをどうにかしたいなという話。ロゴ、そう、チャンネルのトップのまあヘッダーっていうんですかね、あれもちょっと考えておきたいし、まあロゴも作りたい。あと名前なんですけど、最近ちょっと前使ってたサイハラアサギじゃなくって雪広アサギって名乗ってるところもあります。これは何でかっていうと、発表直前にですね、まあ同じ姓名字の方がいらっしゃいまして、結構なすごくね楽しい人なんですけど、まあ、それと被るのってどうなの、結構大手だしっていうところもあったんですけど、チャンネル登録数11人だし、そんなに人気も出てないならいいじゃないのっていうところですね。もともとなんで雪城っていう名前にしたかったっていうと、私が作ってる、そう、アサギが作ってる創作キャラクターで雪城コミキっていう子がいます。その子のアバターとして作ったのがこの雪城アサギっていうのなので、まあそこら辺はちょっと考えていきたかったかなっていうところでした。あとはそうですね、チャンネルのアイコン、今なんか正面向かったところしか撮れてないので、まあいろいろ考えていきたいかなというところです。はい、テイク2ですが、今日の話はこんな感じでした。あと何話したかもう完全に覚えてないです。それでは多分明日も金曜日なんで、16日、まだお盆なんだよね。ニュースがあったらニュースにしますし、なかったら何もないです。ではまた明日。